ブルースなんですよ。ねえ、昭和でね、いっぱいブルースね、青山じゃねえよ、青江美奈さんとか、それから藤井恵子さんとか、たくさんの方がね、ブルースを歌ってきました。今でも平成はね、本当にいないんですよ。それでね、コロンビアのディレクターがね、年取ったディレクターがいるんだけど、アルミちゃんもう一回ブルース流行らすべっていうことで、まあ、今回のこういう企画になったわけでございます。私は歌えるのかなと思ったら結構歌えたので嬉しいなと思うんですけどね、まあ、何をやっても天才なので大丈夫なんです。はい、それでは行きたいと思います。くれない春に来年の紅白歌合戦出場予定曲、女の夜曲。